の高さんの真似して置き攻めにファイル打ったんですが当たんなかったんですけど、その後見た高さんのスレイヤーバッチリ当てれました。さあ行きましょう。タローポチョムキン、タローさんのポチョムキンはですね、なんかどことなくあの P4U の感じを思い出すかのようにこのダストを振ってくるんで、ちょっと面白いですね。モコスカアタックみたいな。さあ行きましょう。タカラッシュ、タローポチョムキン通用するか。さあ投げていく。さあここはバースを使っていったのはタカさん。あ、もういきなりケツ、デンジャー、ケツが危ない。あはDD、 あはは光っていた。ケツアングル中は追撃できません。この状態はまずい。痛い痛い痛い。さあデンジャータイムを何事もなく終了しまして、ナイス投げ。あー関係なかった。これは必殺の新しいでしたが、ポチョムキンバスターの前には無力。背景からメガフィスト空中投げ、画面端あれ、あーと飛んでいなかったが、どんなところ掴めた。プレッシャーがね、やばいです。ポチョムキン結構きついと思うんですよね。自分もちょっとこの間サブキャラで対戦させてもらったんですけど、こちらに見るとやっぱプレッシャーありますね。勝てるとは言ってないっていうのが入りそうですけど下手なこと言うと押田さんにそれはないって怒られそうなんで、ちょっとあまり言わないのでみんな苦労してますから。さあ K、P、K、D から2、K、D、 お、落ちている。回すんや。あはは光って、逆入れ。ゲージは、おーっと、どうしたどうした、あーっと、タカさんの翼が炸裂して、ダメだった。タカラッシュ2匹、そして、前入って、ハッパンチまで。オフゼクロスワイズですからね。どうなる、かなり熱い展開になっている。この第1試合名刺を持っているのはタカスレイヤー。おお、ガンガンいく。タチ K からハジ前に出て、ノマキャン、タチ、はい、エース、はい、当たらず。2点に対して前へ繋げ、もう1回、はい、BK から NS、 何もしない、繋がらなかった。マイス投げ、そして投げていく、逃げるジャイス、クーダー、タチ K からマイスでからのアワソ読んで勝ったのはタカスレイヤー。面白い試合でした、ありがとうございます。タカさんはね、タカさんじゃないですが、タロさんはまだありますので帰らずにお願いいたします。続きまして、浄水器さんのメイト、ヘブンベノム。浄水器っていう名前がね、なんかいろいろこう妄想させられてしまうんですが、ちょっと嫌ですね。考えば言うことはないのだ。はい、浄水器さんいます。ヘブンさん、はい、いますね。じゃあちょっとね、B バンダー行きましょう。ゴンザブローさんのアクセルと太郎さんのポチョムキン、負けトーナメントの1回戦お願いします。7番に入る方はですね、シードとなりますのでよろしくお願いいたします。はい、ヘブンさんのメヌ、本日は平日となっておりますが、参加してくれてます。本当にありがとうございます。解散して、お願い助けて浄水器って、なんか怖いですね。今回のメインは本当によくわからないキャラになっているので、ちょっとね、毎回見るのが楽しみです。さあ、サムから、ここはバトシを頭打って、頭せーせー、消えてしまえ。中央での点数が差し上げていくから、2敗すらイルカループではなく奥攻め、 TS、 ハイスラー D、 前へハイ、弾作ってノーボオリジナルのジャンプへ弾いて、ドマキャンから一瞬待ってジャンプ D、 9-5、
なんでベニファイスラーハーカス、この D かっこいいですよね、モーションね。ゴマキャンから超有利、足まで2ダミット、ダメージ。さあ待ち構え、弾を打って敵でもよし。ここのなんかラッコなんか出すんですけどもね、めっちゃガッツポーズですね。ガッツポーズじゃねえか。そうね、ポットでのくせになんかめっちゃね自己主張激しいですよ。いるか、つえさあ、はい、カウンター S、はい、遠征は強い。あ、しかし跳ねて戻ってきた。うわー、いけ、金月足払いから K 弾いて 2K、金月多い、B、はいはい、ゴマキャンから、わかんない、ジャンハイ。そして、大きい攻め見るたびになんか大きさめいろいろ変わってますね。あれ、今の命はゴンザブロさん勝ちです。投げさん負けトーナメント、ゴンザブロさん勝ちとなっております。はい、こちら勝ったのはヘムさんの目の目、上水域さんまだ試合あります。続きまして、大阪さんのファーストとコンサメさんのポジション、よろしくお願いします。 A 番内です。ではですね、そのまま浄水器さんはですね、エタロさんのアクセルとこちら B 番内で敗者復活トーナメントの1回戦をお願いいたします。浄水器さんって読むの嫌だな、なんかオーバー。 Guilty Gear Who dares to enter the main。さあ行きましょう。大阪さんは日セガの30日毎日6位目指してたら日セガ行って稼働使えなくなってしまったっていう、かわいそうな味方の茶色いアクセルですから。あ、大阪さんじゃなかったみたいです、ごめんなさい。そこ専門書の彼は本当に危ないので、さあ、組み合わせ的には結構やはりパチパチがきついんですけども、どうなるでしょうか。噂によるとメッタはですね、ブリッツが取れるから空中ガード不能だから飛んでブリッツすればいいんじゃねみたいな、なんかはちゃめちゃな理論がね最近展開されて、何を言ってるんだこいつはみたいな感じになっております。このイシャコプターなんかヘブンリーしたくなったら負けたんですけど、超強くないですかこれ。なんだよこれ、ふざけんなよと思いますね。これヘブンリー確定じゃんと思ったんですけど、バシ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 って言って、あかん。危ない。これは大ユリが下にあったためデコピンで弾こうとしたところを思いました。多分デコピンで燃えたオイルをね返そうとしたんでしょうけども、ダメでしたね。さあ、かなり高い立ち回りが続きます。おそらくしかしこれはチャンス、画面端エンスからエッセンドを決めて一気に近づき、マチケ2S わそ、これは当たらず、マチケ 2S からエッセンドまで画面端、奥攻めはこれも通し続けるしかない。ゲージある、はいはい、ハンブレから禁煙でしたが、ここ落ちてしまう。この体力ロック状態、距離を離されるとまずい。さあ、物を投げて体力を回復。今回はチョコレートはテンションアップではなく青色の性能を出し、体力回復となっております。さあ、画面し捉えて、あー負けが出ない、なんて難しいんだ。しかし、ポチョバスを普通に通して取り返して最終ラウンド、はさあ、ここは中央ハイスラを打っちまった。これはこっちくらいこれミニジャンプしてきた。エクセンド、さよなら。 2K から距離を取る、 CBT 3K から足払いまで、下にあるオイルが燃えて、 S から下 D で落として 8K からのポチョバス、あまりを吸っていましたね。ジャーン S、しかし僕はバックスで捉える、どうなる、お互いに遅くなったが、投げているのはファースト、前ヘッド首からどうなってるか分からない。
燃えて、これまずい展開、足割れから距離を取って削りダメージでかなりまずい展開になってまいりました。さあ出ます、さあ勝負、残るか、残ってダウンをするか起きせるか悩んだ、ここはハイジャンプからポチモス、そして勝ったのはコンソメポチョムキンとなります、おめでとうございます。あと B 問題勝ったのは、あ、浄水器さん、浄水器さん了解だ。じゃあ最後の1回戦になります。投げさんはシードなので、俺とヨモダさんのイノ、キテレツな風体を装っても自分自身をたばかることはできない。B 番内呼び出します。ランズさんのザトウと大阪 B さんのファウスト試合できますんで、B 番内で試合をお願いします。あ、大阪さんもすでにスタンバイをしております。オーバー。